皆さんこんにちは、こんばんは。今日はね、これどうやって開けるんだ。私のさ、愛機、じっちゃんの愛機ファントムをね、ドッグ入りさせてたんだけど、それがさ、帰ってきた。やっと帰ってきたよ。ちょっと開けてさ、確認してみようかね。これどうやって開けるの。よいしょ、こいしょ。お、これ逆か、逆だったか、開けるの逆だったか。よいしょ。うわうわうわ。じっちゃんのさ、愛機ファントムなんだけどね、ファントム4。ファントム4がさ、買った時から調子が悪かったんで、 DJI ジャパンの方へさ、修理に出したんだよ。なんと何を入れてたかな、なんか入ってるね。修理後の注意事項、ファームウェアを確認してください。機体送信機設定の確認、機体送信機とどちらか一方のみ修理交換した場合とかさ、機体交換となった場合とかさ、いろいろ書いてあるね。結局何が、あ、これじっちゃんが送ったやつだな。じっちゃんが送ったやつが入ってるんだ。これだけだったかな、送ったの。送ったのこれだけだった、これだけだったかな。なんか貼ってあるね、なんか貼ってあるけど、これ剥がしたらダメなのかな。やっとさ、帰ってきたよ、じっちゃんのドローン。じっちゃんの愛機、 DJI からねメールが来た時は、点検をしたらなんかここのさ、フレームの、見えてないか、フレームのこことかさ、ここにさ亀裂が入ってるから、っていうか亀裂が入ってるっていうね、メールをもらったんだよ。どっか画面の隅にさ表示させようと思うんだけど、プロポはさ何も問題ないと思うんだけど、本体がね、映像がブレてさ、ダメだったんだよね。これ買った時からさ、おかしくて。で、まあ、あれだよ。映像がさ、ブレるんだけど、その見れないブレじゃないんだよ。ちょっとブレてるよなーっていう感じぐらいのね、ブレだったんで、そのまま使ってたんだけどさ、多分、最初から亀裂が入ってたのかな。今画面にね出てると思うんだけど、亀裂がさ2箇所入ってるっていう写真とメールが来たんだよね。全然気がつかなかったよね。だけどじっちゃんね、結構いろいろさ隅々まで見たんだけど気がつかなかった。と思ってね。それとジンバルのさ、このジンバルの、ここのジンバルの付け根もどうとかって書いてあったね。でもね、これ一回もさ墜落もしてないしね、まあ画像がブレるんでほとんど使ってなかったんだよね。これはあれかな、あれあれ、これはこんだけだった。充電器とか、充電器とかは送ってないと思うんだけど、バッテリー、あ、バッテリーはついてるの、これ。バッテリーはついてるね。バッテリーは送ったやつはついてる。あ、でももう入ってないね、バッテリーもね。バッテリーも入ってない。充電器、
と予備のバッテリーとあとケーブル充電器これは抜いて送ったんだよね。これで全部かな。これで全部なのかな。充電器、予備のバッテリー、本体のバッテリーとケーブル、こんだけだったかな。バッテリーと本体とプロポを送ったんだよね。まあ、こんだけだったかな。こんだけね、だったと思う。これで全部だよね。これで全部だと思う。これで揃ってるんだよね。本体がある。プロポもある。バッテリーもある。充電器もある。ケーブルもある。ケーブルもある。うん。こんだけだね。ちゃんとさ、治ったかね、どうかっていうのはさ、飛ばしてみないとわかんないね。試験飛行をね、しないといけないね。果たして治ったのかどうか。あ、メモリーも入れてたよな、確かな。メモリー入ってる？あ、入ってるね。入ってる。オッケーオッケー。これで大丈夫かな。大丈夫だと思うんだけどね。まあ、テストもしたみたいなのが書いてあったんでさ、多分大丈夫だと思うよ、これで。これでね、やっと、このファントム4もちゃんと飛べるように、飛ぶのはちゃんと飛んでたんだけど、映像がね、ブレるんで、何が原因かさ、もう1年半ぐらい、じっちゃんいろいろやってみたんだけど、プロペラもさ、何種類も変えたよ。もう、正規品のプロペラも買い替えてみたし、正規品じゃないね、プロペラも変えてさ、つけてみたしさ。まあ何をやってもさ、良くなんないんで、もう諦めてね、DJI の方へ点検っていうことでね、出したんだけど。まあ結局はね、機体っていうか、機体のフレームがさ、亀裂が入ってたって、それが原因だったのかな。あれぐらいの亀裂で画像が揺れるのかな。まあわかんないけどね。まあとりあえずね、飛ばしてみないとわかんないよね。結局ね、修理代がね、いくらかかったのかな。もう買った時すぐ出せばよかったね。保証期間中にさ。でもフレームが割れてる、最初から割れてるというか亀裂がさ、最初から入ってたのかな。相当何回もさ、見たんだけど、じっちゃん気がつかなかったんだよね。確か修理代をね、2万いくら振り込んだと思うんだけど、じっちゃん。忘れちゃった。修理代がいくらだったかね。ということでね、結構時間かかったね。いつ送ったかな？いつ送ったんだったっけ、これは。お金振り込んでから結構かかっちゃったね。お金振り込んでからテストとかいろいろもろもろやったのかな。はい、そういうことでね、今回はじっちゃんのファントム4をドッグ入りさせてたんだけど、やっと帰ってきました。というビデオでした。以上、ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録もよろしくお願いします。それではまた次回の動画でお会いしましょう。さようなら。